長打打つ選手共通してるのがふくろはぎがめちゃくちゃ発達してるんですよ。こちら TV をご覧の皆さん、福田武史です。そして大野凛です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はですね、僕も野球部出身ということもありまして、はい、まあ、野球についてちょっといろいろ聞きたいなと思ってるんですけど、今までは投手、ね、まあね、前回ね、ベストナイン、ベストナイン投手やってきましたけど、今回は打者、大野凛が選ぶ打者ベスト3をちょっと聞いていきたいなと思ってます。まあ、ちょっとおこがましいというか、はい、僭越というか、はい、大丈夫です。僕らは聞きたいんです。はい、はい、沖縄のプロ野球選手ピッチャーはやっぱ結構体制してる選手って多いんですけど、結構多いですよね。この打者となると、はい、一気にこう狭まってくるんですよね。なんかそのピッチャーが多い、打者が少ないっていう要因みたいなのあるんですか？たまたまピッチャーが育つ環境があるっていうことでしょうね。沖縄がね。はいはいはい。それはなぜなんですかね。ね、この前も話したことあるかもしれない。はい、まあここではないかな。はい、沖縄の方々っていうか、はい、この若者というこの肘から先の強さっていうのが結構際立ってますよね。はいはい、まあ要するに具体ですね。はいはいはい、この肘から先が太くてとか、だからそういうリストワークのあるスポーツ。はいはい、なんか手首が強いとか言ったら、そう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 、はい、ゴルフとか、まあ、野球とか、まあ、ボールは、まあ、リリースあと、そう、ウエイトリフティングとかな、はい、うん、だからそういう強さ求められるスポーツには、うん、まあ、向いてるのかな、はい、ね、そういう DNA があるのかな、うん、と思いましたよね。はい、それでは3位は、はい、まあ、今、現役ですよ、現役。読売ジャイアンツのこの大城選手。左バッターね。ね、まあ、ジャイアンツの今や正捕手 で、なおかつどちらかというと打つキャッチャーという植え込みで入団してきて、今はね、リードとか、はい、そういったものもしっかり評価されて、まあ、最近いろいろね、またライバルたちが出てきて正捕手を争ってるという感じなんですけども、この大城君のこのバッティングですよね。ジャイアンツでも調子のいい時は5番打ったりとか、本当に打てるキャッチャーとして、はい、なんといってもこの飛距離と、あと確実性も兼ね備えたバッターなので、はい、本当にまあ、来年、2年、3年すれば、もうしっかりまたジャイアンツのこの扇の要として、ね、はい、息の長い選手になるんじゃないかなと、はい、僕としてはまだまだ、まあ、ファンとしての目線と、OB という目線でね、はい、まあ、2割8分は普通に打って、ホームランもね、20本から、まあ、25本ぐらいは打てるバッターだと思いますので、はい、ね、まだまだ若いですし、飛躍が期待できる、選手じゃないかなと思いますね。はい、楽しみですね。はい、それでは第2位。2位はね、はい、これも現役、今もバリバリの、はい、もう西武ライオンズの主力といえば、山川選手。ね、山川選手が、やはり、はい、沖縄のバッターとしては、もうホームラン王を取ってますし、もう球団どころじゃない、球界を代表するバッターとして ね、僕なんか時代に、うちなんちゅうで沖縄の人でホームランバッターがプロ野球で出るっていうことは想像できなかったですからね。まあ、そうですね、4番普通にすごいですよね。またホームランも2回取ってるし、はい、県民としてね、はい、本当に誇りに思いますし、はい、あとね、その山川選手ですね、めっちゃすごいごっついじゃないですか。まあ、そういう印象です。めっちゃごっついんですけど、意外と身長低いっていうのはびっくりしたんですよ。1m76cm なんですよ。1m80 ぐらいあるかなと思ったら、そうですよね、もっと意外に小さい、大きく見えますね。大きいですよね。80から85ぐらい、やっぱりまあいいバッターなので大きく見えるっていうのはありますし、やっぱりまあ横に、はい、このホームランバッターってイメージは僕ら世代は昔ブーマーとかね、はい、ブライアントみたいな感じで、もうでかくてもうすごいごっついイメージがあるんですけど、はい、山川選手はどっちかというとこのなんか可愛い感じもするじゃないですか。そうですね。その山川選手の強みみたいなのあるんですか。なんて言ってもやっぱこの圧倒的な飛距離と圧倒的なこのインパクト、はい、もう今ね、それはまあ強みなんですけど、はい、今福田さんが言ったように身長もないんですけど、はい、身長の低いホームランバッターって結構いたりして、落合さん、そうなんですか。え、落合さんって何センチぐらいですか。落合さんも76とか80はないですし、
あと門田博光さん、あ、不惑の門田っていうのね、南海ホークスで活躍して野村、まあ、坂野村野村さんもそうですし、はい、ただ共通するのが、はい、ふくらはぎがめちゃくちゃ太い。あ、僕もあの原辰徳さんとか、はい、落合さんとか、はい、松井秀喜、はい、あ、まあ、山川さんとか実際見てきてますけど、長打を打つ選手共通してるのがふくらはぎがめちゃくちゃ発達してるんですよ。そうなんですか。やっぱ土台をドシンと安定してるから。そうです、やっぱ地面を掴む力、あ、はい、なんか、まあ、陸上も走るのもやっぱり、はい、この、ね、そうですね、地面を蹴るふくらはぎの筋肉っていうのは、はい、ありますね、はい、まあ、その地面をしっかり蹴る力っていうんですかね、このインパクトの瞬間に。今度ではちょっとふくらはぎと注目してみよう。見てください、はい、わかりました、第2位ということです、はい、そして第1位ということです。第1位はね、はい、やっぱりというか、やっぱりこれはもう僕らの世代の、うん、まあ、選手でもありますし、はい、あの、やっぱ沖縄のプロ野球のレジェンド的といいますか、うん、その道を作ってくれた、はい、また初めて打者としてもタイトルを取った、石峰和彦さん、はい、石峰さんね、ですかね。石峰さんもそんなに身長がないですし、はい、石峰さんもその腕が丸太のように太くてですね、へー、石峰さんのバットの構えの特徴として普通こう構えると石峰さんもこう構えるんですよ。これよく小学校の時よくあの真似したんですけど、はい、やっぱりこの腕の太い、はい、太いですし力強さっていう、確かに石峰選手ね、あのファミコンブームの時に僕よく使ってましたね、ホームランバッターです、ね、あ、その前にブーマーがいたり、そうそうね、マルカーの、そう、マルカーの懐かしいなぁとか、はい、またまあね、いろんな往年のスター選手の中 で、やっぱり打点を取ってね、はい、タイトル取って、ね、DH のね、ベストナインでベストナインもなれましたし、懐かしいですね。僕はなんかそれをこう見て育ってきてるので、やっぱりこの石峰さん、はい、憧れますね、はい、なんか今度何か企画で大野凛が投げて石峰さんが打つみたいな企画だったらめっちゃ面白いな。まあ、勝手な妄想ですね。あ、そうですね、やりたいんですけどね、レジェンド対決という。いやいやいや、もうレベルが全然違う10年早いって言われます。楽しみですね、まあ、そういう妄想も、兼ねながら、次は大野凛が注目するこの選手は将来すごくなるだろうと注目する選手とかもいます。あ、今ね、はい、あのベスト3って言いましたけど、本当はベスト5ぐらいまで行って、はい、その中に、はい、あの名前を入れたいぐらいなんですけども、ね、やっぱりというか、うん、まあ、野球の魅力っていうのはホームランだし、はい、山川選手に次ぐ匹敵する、うん、山川選手次の世代っていうのを考えると、やっぱりソフトバンクホークスのリチャード選手じゃないかなと思いますけどね、はい、今あのファームで、二冠王なんですね、はい、ホームラン王と打点王、すごいですね、うん、だからやっぱりこのソフトバンクもこの1軍の今ね、この優勝争いの中でまたこの戦力がず、ね、充実してる中で、その間に入ってっていうね、割り込んでいくっていうのは、ね、簡単ではないんですけども、あのプロって、まあ、どの世界もそうなんだと思うんですけども、どの競技もね、運とかタイミングとか、それものすごく大事なんですよ。あの例えば1軍のバリバリのレギュラーの選手が怪我でファームに来た時に、その代わりで呼ばれた時に、そこで結果を出すか、与えられる選手と機会をね、チャンスを奪う選手って、あの分けられるんですよ、プロの世界。ドラフト1位で入った選手なんかはこの場所を開けてやってごらんっていう、まあ、簡単に言ったらそうチャンスを与えられるんですけど、それ以外の選手っていうのは本当にね、チャンスを伺ってチャンスが来た瞬間にそこをものにしていかないと、やっぱなかなかこのレギュラーに定着する一番で結果出すっていうのは難しいので、今実際リチャード選手もあのその力をね、はい、今ファームで二冠王ですから、はいはい、一軍でチャンスを与えられさえすれば、はい、結果を出す可能性もあると思うんですよね、はい、ただやっぱりこの優勝争い上昇チームですから、このちょっとしたチャンスをね、はい、ものにするかだと思います。そこでスタッフの評価を、監督の評価を得てね、はい、そこでまあ定着していってくれたらなということで、リチャード選手期待してますね、はいはい、ぜひ皆さん砂川リチャード選手注目してください。はい、はい、今回はですね、パワーというテーマで打撃の ね、 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 ね
強打者ということで、今日はもうね、熱いお話を、はい、聞きましたけど、やっぱりそのパワー大事ですね。まあ大事ですね。僕なんか世代もやっぱりね、そのパワーって ね大事かなと思います。試合で頑張れる力、はい、この普段のね、はい、日常の仕事とかいろいろストレスもありますけど、はい、この40代ね、頑張れる力ね、そう、そう40代、50代、60代もやっぱりいつまでも元気で、はい、パワーをみなぎ出して、はい、ホームランを打っていきたいなと思ってますけど、はい、そのためにこちらですね、じゃじゃじゃーん、おー、またこれね、トンカットあり、エキスがめちゃくちゃふんだんに入ってるということですね。これを飲むと、はい、やっぱりこの日々また頑張れるっていう、そうですね、ね、もう活力がみなぎるということで、まあ、需要競争的な感じでもあるんですけど、うん、やっぱそういう日々のね、生活の中でこの健康ってすごく大事なんですね。普段の食事プラス、やっぱりこのサプリメントっていうのはね、あの僕もやっぱり40過ぎてからそのまま気をつけてますし、はい、ここでね、サポートしてくれたら、はい、まあ、毎日頑張れますよね。そうですね、ですからそういうのでタフコンフィデンスっていうね、注目の商品もありますので、こちらの方もぜひお試しください。はい、毎日がフルスイング。